トリンチェサーです。今回はこちら、今話題の幼稚園7月号を買ってきました。特別価格980円となっています。はい、話題となっているのはこちら、セブンティーンアイスのアイス自販機、こちらが作れるようになっているそうです。特徴の中にも、セブンティーンアイスができるまでなども書かれていて、絶対に子供が食べたくなってしまう特集だと思います。プールや遊び場などでおなじみのセブンティーアイスの自販機、どんな感じに仕上がるか早速作っていきたいと思います。はい、ブロックはこんな感じで入っていますね。裏にはポケモンのお約束シールなども入っています。うん、かわいい。じゃあこの中からセブンティーンアイスの自販機を作るセットを出していきます。お、実物大セブンティーンアイスが出てきた。お、これは本物と比べてみましょう。そして棒もありますね。ちゃんとアイスの棒だ、すごい。しっかりこう十字になってるところもリアルですね。面白い。はい、そしてこれがボタンの部分になるのかな。あ、ちゃんとそれぞれ独立したボタンになってる感じ。はい、よく工作とかで作るものってどのボタンを押しても結局出てくる出口は一つで、まあどれかが出てくるよみたいな感じなんですけど、これはそれぞれ独立してるので思った通りのものを出すことができそう。いいですね。この部分が完成されているだけでもかなり作りやすいと思います。はい、自販機用のパーツがこんな感じでありますね。さあ、ではこれをまずは切り取っていきます。破けないように丁寧に切り取りましょう。はい、取り外しました。ではアイスの部品は置いておいて、まずは自販機の部分を作っていきましょう。はい、まずはじめにこちら前側の部分、前と書かれているものを用意します。そしてこれに右と書かれているところをくっつけていきます。はい、右はこんな感じに折ったら右端にくっつけていきます。順番通りに差し込むとうまくいくよと書かれていますね。 1,2,3 はい、ということでこの縦の部分に差し込ん でその後横の 4,5,6 を差し込むって感じですね。はい、差し込むとこんな感じ。この 1,2,3 の部分が意外と差し込みづらいので、早速大人の出番かも。はい、うまくできないときは差し込んであげないと、ちょっと紙が弱ってきてしまってうまく差し込めなくなってしまうかもしれません。はい、 1,2,3 を差し込んだら 4,5,6 は簡単に入れられます。はい、ではこれは置いといて、続いて中と筒というパーツを取り出します。中のパーツ、青いハート赤いハートありますね。筒の部分はこんな感じで谷折りと書かれているところの他に、線が入っています。この線が入っているところは山折りにします。で、谷折りのところは谷折りにして、残りも線が入っているところを山折りで、谷折りというふうにしていくとこんな感じになるのかな。はい、こうして作ったものをこの穴に差し込んでいきます。はい、こんな感じでくっつきます。山のところは山に、谷のところがこんな感じで挟まるところになっていて、裏側はこんな感じ。
はい、気になる人はテープで留めてもいいかもしれないですね。あ、でもこのままでも、思った以上にしっかりと留まっています。はい、あまりが悪いところはキュッと引っ張ってしっかりと収めてあげてください。キュッキュッ、はい、こうすれば大丈夫。これを、先ほど作った自販機に取り付けていきます。裏返してひっくり返して同じ番号のところに留めていきます。78がありますね。78はここ、はい、ここに差し込みます。はい、反対側はこんな感じになっています。ここが90ですね。はい、90なので入れてしまいます。こっちの方が跳ねやすいかな。そうするとここまでできました。ここにボタンユニットを取り付けます。はい、こんなのがありますね。穴がえぐれている方が上に来るようにしてはめるそうです。穴がえぐれている、こっちかな、これが上になるようにしてはめるってことはこうかな。あ、このはめる穴にも横にしっかり穴が開いてますね。じゃあここと真ん中を合わせてこうはめてあげればいいんですね。はい、では続いてこちら、後ろと下をくっつけます。11、12、13と書かれているところにこれをくっつけるんですが、この部分をまずは谷折りにします。下の部分を谷折りにして、でこちらを裏返すとこうなってて、11がこの場所でしたね。内側からこんな感じで差し込みます。はい、これで OK。 そうしたらこのパーツを先ほどのボタンユニットなどをつけた、表のパーツですね、こちらにくっつけていきます。はい、ここら辺がバラバラにならないように注意しながら差し込んでいきましょう。はい、ここまでできました。ここに上と、はい、底をくっつけます。はい、上の部分はこんな感じに仕上がります。この部分細いので力の入れ加減が難しいかも。ここ止めづらかったらお父さんお母さんお兄ちゃんお姉ちゃん手伝ってあげてください。はい、下を見てみるとこんな感じ。下は思ったより止めやすかったですね。テープで止めるという指定があったのはここだけなのに、もう出来上がりました。すごい、私工作すごい苦手なんですけど、これぐらいだったらいいですね。テープで留めるの1箇所なのに崩れることなく本格的に仕上がりました。はい、ボタンもちゃんと押せます。はい、いいですね。はい、ではアイスの部分を作っていきましょう。アイス、このパーツもバラバラにするんですね。透明パーツがあります。はい、これもしっかりと離してあげてください。これを使っていくんですね。なくならないようにこれは一つずつ外しながら使う方がいいかな。はい、では小さなアイスの方を先に組み立てます。小さいアイスいろいろありますね。どれにしようかな。はい、じゃあ大きいのと同じちっちゃいちっちゃいこちらのアイスを組み立てましょう。スティックのアイス、こんな感じでくるくるくるっと巻きます。はい、そうするとこんな感じになりますね。この横の部分もちゃんと差し込んであげるですが、あ、真ん中抜くとこもあるんだ。そしてちゃんとこのスティックのアイスはスティックを刺すそうです。
はい、このスティックを、あー、上にもあった抜くっていう文字、この上から刺すそうです。こんな感じ、くさっと。はい、スティックをうまく通したら上の部分はこんな感じでバッテンにして留めるそうです。上の部分ちょっぴり切り込みが入ってるんですね。で、点線もついています。こんな感じで折れるようになっているので、はい、上で留めるときはここバッテンにするような感じで留めてあげます。はい、そうすると1個できました。この出来上がったもの、スティックのアイスとコーンのアイスは多分中で引っかからないようにするためでしょうね。この筒を作ってあげて、透明の筒ですね、くるっと丸めて丸くして筒にします。これはテープでしっかり留めてバラバラにならないようにしてあげて、この間にこのアイスを入れるそうです。お、難しいかな、入りますよね。上をテープで留めていることで、バラバラにならずに済みそうな感じ。あ、ジャストサイズなんだ。はい、こんな感じで入れてあげます。これで完成。はい、この状態で自販機に入れてあげるそうです。はい、細かいとこまで書いてありますね。はい。ちゃんとグリコとか書いてるし、セブンティーンアイスって書いてるし、ソーダフロートってちゃんと書いてますね。うん、かわいいです。はい、同じようにして作ってあげます。コーンもこの筒に入れます。この箱のアイスタイプはそのままで大丈夫なようです。では後々作るとして、はい、大きいアイスも作ります。大きいアイスは、はい、中身に芯をまず取り付けるそうです。芯。これですね。谷折り。はい、芯の部分こんな感じで出来上がりました。これを見てみると、この青と赤の三角の方があります。まずはこちらを先に留めます。はい、間に入れて、先を開いて、テープで留めます。はい。そしてひっくり返すとこんな感じでビヨーンと出てるので、この間にこちらのアイスの芯の部分を通すそうです。こんな感じかな？で、下もこんな感じ。下2つに通すと高さが合うらしい。はい、そうして、さらにこちら、三角に通します。はい、こちらは先ほどと同じように留めればいいだけなんですが、はい、うまくいくかな。はい、開いて、テープで留めます。外側をこんな感じで留めてあげます。お、いい感じ、できた。はい、このくるくるの模様好きなんですよね。かわいい。はい、出来上がりました。これを同じように包装紙で包めば OK。はい、仕上がりこんな感じです。確かにリアル。いいですね。はい。ぽいぽい。すごい。では、残りのアイスも仕上げてしまいます。はい、ということで、全部、組み立て終わりました。はい、用意されていた味は、サイダーと小豆もなかの箱。
本当にリアル。はい、ワッフルコーン仕立てのものは濃厚いちごとワッフルコーンバニラ、そしてクッキー&クリームとワッフルコーンショコラ、そしてこちらの抹茶ですね。抹茶好きな子もいますよね。スティックタイプのものはこちらのソーダフロートと、ニューって書いてたのはこのいちごチョコのミルフィーユ、季節限定かな、とチョコチップですね。あ、下の部分がちょっと外れた。外れちゃった時はちょっとこう真ん中の棒を押さないようにして締めてあげると大丈夫。あとは、あ、こちらチョコミントとグレープシャーベットですね。グレープシャーベットも子供好きですね。はい、ではメニューを見ながら入れていきましょう。はい、クッキー&クリーム、ワッフルコーンバニラ、チョコミント、ソーダフロートは左の列ってことですね。はい、じゃあソーダフロート、縦に入れるのかな、縦ですね、とチョコミントとワッフルコーンバニラとクッキー&クリーム、はい、これですね。あ、入りきんない、3つが限界かな、まあ、ちょこっと出しておきましょう。そして隣はグレープシャーベットと小豆もなかと抹茶、はい、チョコレート、あ、これはワッフルコーンショコラだからこちらはなし。で、お隣行ってチョコチップ、チョコチップがこれですね、チョコチップ、ソーダ、ワッフルコーン、チョコ、ショコラで、こちらがいちごチョコのミルフィーユと、これスペシャルいちご、あ、スペシャルいちごじゃない、スペシャルセレクションの濃厚いちごはここだ、ここですね。はい、うまいこと入るように作られているわけではないですが、縦の列にはこんな感じで入るので、まあ、今順番通りに入れましたけど、好きなものを入れてこうボタンを押してあげると出るっていう感覚を楽しんでいきましょう。はい、ではソーダフロート欲しいな、押してみよう。お、出た、ちゃんとストンと出てきましたね。はい、ソーダフロート。じゃあ次はチョコチップ、結構勢いよく出てきますね。チョコチップ出てきた。続いてはグレープシャーベット、おー、いいですね、グレープシャーベット出ました。いちごチョコのミルフィーユ、いいですね、これは若干大人もハマる気がする。そして自分の好きなもの、そして子供の好きなものを入れておいて、そのボタンが出たらお家でセブンティーンアイスを楽しむっていうのもいかがでしょうか。はい、ということで今回はセブンティーンアイス、実際の自販機で1000円分購入してきました。おすすめなもの、いろいろ紹介していきます。はい、こちらはうちの子供たちナンバーワン人気のサイダー、パウチに入っているタイプでパピコみたいな感じになっているので絶対こぼれることがないということで、私も夏場すぐ溶けやすい時には重宝しているものになります。はい、このサイダーの他にこのシリーズはマスカットもありますね。でもサイダーの方が子供たちは好きかな。はい、続いてはこちらチョコチップですね。チョコチップも美味しい。そしてこれはいちごチョコのミルフィーユ、ニューって書いてあったので買ってみました。これちょっと後で開けてみます。そして私の一番のお気に入り、チョコミントとワッフルコーンバニラ、定番ですね。はい、ワッフルコーンショコラも美味しい。そして安定のソーダフロート、はい、ソーダフロート比較してみましょう。こんな感じ、あ、本当に大きさ一緒、すごーい。ここの出っ張りさえ見破られなければどっちにするって言ったらわからないかも。
ていうくらい似ています。すごいですね、仕上がり。このお顔のところみたいな泡もそっくり。これは面白い。はい、中身も開けてみてみましょう。こちらも開けてみましょう。あー、うまく取れた。はい、ということで比較してみるとこんな感じ。はい、この渦巻きにも美味しさの秘密があるんですね。詳しくは幼稚園を見てみてください。いろんな秘密が載っていました。はい、そうだ、美味しそうな香りがします。はい、では次は自販機で出てきたものを開けてみましょう。さあ、どれにしようかな。じゃあここサイダー。はい、サイダーはこんな感じになっています。じゃじゃん。あ、そうだ、こんな感じだった。ガリガリ君とはちょっと違う、もうちょっと滑らかな感じなんですが、氷の粒も細かく入っていて、シャリシャリした感じが楽しめます。はい、これとっても美味しいです。そして私が食べたいのはいちごチョコのミルフィーユ新作。はい、出てきてくれました。では早速いただきます。お、ソースたっぷり。あ、いちごチョコ、なるほどね、パリパリなんだ、すごい。おー、すごーい、パリパリな感じ。はい、あったかいお部屋だとすぐ溶けてきちゃいますね、大変大変。では一口いただきます。パリパリ聞こえますか？すごーい。これいちごミルクなお味ですが、チョコのパリパリ感がすごく楽しいです。気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。セブンティーンアイス、どれもとっても美味しいんですが、いつも同じものばっかり選んでしまう私です。なのでコメント欄で美味しいよっていうフレーバーがあったらぜひぜひ教えてください。はい、というわけで今回は幼稚園7月号の付録のセブンティーンアイス自販機を作ってみました。いかがだったでしょうか？では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。